こんにちは、美容センターピュアランスビューティーの井上です。今日はですね、骨盤をの前傾を3分で直すセルフ骨盤矯正を紹介していきます。そもそも女性のですね、8割から9割ぐらいが骨盤が前傾して歪んでる人が非常に多いです。その要因が、大きく分けて3つあります。まず1つは、なんだっけわかんないまず、1つ目が筋肉量がすごく少ないということです。女性は男性に比べて筋肉量が著しく少ないので、その筋量が少ないせいで骨盤が歪みやすいっていうのがあります。そして2つ目は、かかと3センチ以上の靴を履いて生活することが非常に多いです。男性に比べて女性はかかと3センチ以上の靴を履くことが多いので、それが歪む原因の1つになります。そして3つ目が月経です。女性は生理があるので、その生理中というのは骨盤が動いて生理の活動が行われるので、そのせいで歪みやすくなると言われています。なので本日はその骨盤、前傾した骨盤を3分で整える、トレーニング方法をご紹介していきます。はい、それでは、まず皆さんがどれだけ骨盤が前傾しているのかっていうのをセルフチェックしていきたいと思いますので、まず腸骨、骨盤のですね、この腸骨のこの前側のポコッと出てる骨、そして腸骨のこの後ろ側にポコッと出てる骨があります。ここの腸骨の前側と後ろ側のポコッと出てる骨はだいたい平行の位置にありますが、うちのネイリストがどれぐらい歪んでいるのかっていうのをちょっと一緒に見てもらいたいんですけれども、前側、腸骨の前側の骨がここにあります。で、腸骨の後ろ側、ここすごい前傾してますね。ここにあるのでこんなにも高さが違います。これ本当は平行じゃなきゃいけないですけれども、こんなに前傾していますよと。そうすると内臓が下に下垂して腸が圧迫されるので、さまざまな不調の原因になります。生理痛、便秘、肩こり、腰痛、不妊、冷え、むくみなど、他にもいろいろあるんですけれども、こう腸が圧迫されることでさまざまな不調が出るので、これを、セルフケアをできるようなトレーニングを今から紹介していきます。骨盤がですね、前傾するということは、骨盤がこうなって腰が反ってしまいます。そうすると今お腹の筋肉がぐーっと伸びますね。お腹の筋肉が伸びて腰の筋肉が収縮しているのが分かりますかね。こうなるとお腹筋肉っていうのは伸びると弱くなって、こう縮こまると強くなる性質があるので、お腹の筋肉がすごく弱くなって腰の筋肉がすごく強くなってしまいます。そうするとどん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 腹筋が弱くなって、骨盤がこうやって伸びて前傾したままになって、腹筋が伸びて固まっていくので、もう骨盤をこう前傾を自分の力で取ることができなくなってきます。なのでこれを今からトレーニングをして、こうまっすぐな状態にしていきたいと思います。それでは今からまず弱くなった腹筋を簡単に鍛えていきますので、じゃあ奈美さん上向きで寝てください。まず上向きでこう寝てもらって、足を曲げます。で、少し自分のお腹をこう圧迫するように膝を曲げますね。ここから手を伸ばします。で、自分がいけるとこうでグッと上げます。これ結構いけますか？これで限界です。これを自分の力で5回やります。これを 3セットやってください。5回3セットです。2、3、4、5。したら今度は、はい、地面に手を膝曲げてついちゃいます、はい、で、ぐーっとそれで、ここの腰をこう丸めるようなイメージで伸ばしてください。これで30秒キープします。はい、それでは今のトレーニングでどれぐらい前傾が治ったか見ていきます。まず最初と同じように前側、腸骨の前側がこれですね。で、後ろ側の骨がさっき
よりだいぶね、はい、まっすぐになってますね、はい、で、ナミさんはですね前傾がすごい強いので1回でこうここまで行くんだけど、もっとトレーニングを続ければ完璧な平行になります。そうするともっとこう腹筋が使えて内臓が上に上がるので腸内環境も良くなっていろんな悩みが取れていきます。ナミさん腰痛あるよね、はい、あります。腰が痛いのと、あとは何だ、生理痛とか、生理痛もひどいし、うん、なんか冷えとかもあります。なんで、それは全部この骨盤が前傾してるのが原因なんで、こういうふうにまっすぐになっていけば骨盤が整って腸内が良くなります。悩みがバッチリです。はいはい、はい、今日は、骨盤の前傾を自分で整えるセルフ骨盤矯正を紹介したんですけれども、今後、もっともっと自分でセルフケアできるようなトレーニング方法だったり、自分のできる、食事方法とか、いろんな健康情報をお伝えしていきたいと思いますので、ぜひまたチャンネル登録の方お願いいたします。